みんな人権婚っちゅうと、もうみんな気が小さいからね、人権婚っていうと、まあ今人権婚人大地って言ったけど、そうすると、ははこれは南仙部衆のことかなって。南仙部衆ってのは趣味仙のね、あのインド人の世界観じゃねえ、趣味山っていうね、もう一つの大きな山がある。まあその頃インド人がヒマラヤ山が趣味仙だと思ってたんだ。そしてそれの南側にある国をその南仙部衆ですね。それから、東にあるのは東照神宗が、西にあるのが西九谷宗、北にあるのが北黒宗って、まあ そういう世界観があった。でそれに対して、まあ、少なくとも人権婚というとその南仙部衆のことかなってこう思うんだね。あるいはこの一子衆を言うならんというこれ東西南北のね、東照神宗、南仙部衆、西九谷衆、北黒衆って、そういうその4つ、それがあの人権婚かと思う。あるいはもっと気の小さいやつは、ただまた人単一国を思いにかかるという、品だけかと思う、あるいは日本だけかと思う。また人大地というもただ三千大千世界と思うがごとし、この結局人大地って言ってもね、要するに空間的な宇宙世界かと思ってるというかね。でわずかに一周一見を思いにかくるがごとし、まああのもっと狭い考えのやつはもう、我々の住んでるこのあのあれですね、東京に生まれて東京に育ってるやつは東京だけが世界だと思ってるもんね。で東京以外が住めないもんだと思ってる。それでよそ行ってみたら、あの東京の東京とは違うあれが、あの新聞や雑誌でも東京と違うものが発行されてるんですねってびっくりしてるやつ。で人大地人健婚の言句を三学千古と三時五時も思い巡らすべし。本当に人大地人健婚っていうのね、これはを三学するっていう場合には三度でも五度でもよくその思い巡らさなきゃならない。広きにこそはとてやみぬることなかれて、そのただあの大きいきゃいいもんだってもんじゃないんだ。大概その人権婚人大地なんていうと、その大きければいいと思ってるわけですよね。それでまあ座禅っていうのも、あのまあ私があれですね、あの昭和16年に沢木老師の弟子になったんだけど、その沢木老師の弟子になって、大中寺行ってろってわけで大中寺行ったんだけど、大中寺行ったな、その頃の仲間っていうのは今を思い浮かべてみると随分見当違いのやつが随分多かったなと思うね。その何しろこうもう座禅、俺は座禅してだからこう、それでエモンかけっていうあだ名だこれはエモンかけてこれ、それで座禅するっていうだけでもってこうやって見張ってんだからね。そして座禅すると俺の体はバーッと天地いっぱいになってね、でのいわゆる宇宙いっぱいになってて、これその座禅しててバーッとね、その風船玉膨らましたみたいにその大きく なることかと、それが人大地意義人健康意義が行物意義だ、そういうもんかとこう思ってるやつだね。そんなのが多すぎるんですよ、座禅する人には。それでそんなもんじゃないんだってことは大切だ、全くそんなもんじゃない。それで大体ね、のいやだからね、そのこの正法眼蔵なんかでも身を入れて本当によく
産休しなきゃダメなのね。そのこの消防現像も本当に身を入れて読んでみると、そういう代償問題の話じゃないってことはよく分かってくる。その次にもある。この徳道は極大は小に同じ、極小は大に同じの超越仏祖なるなり。本当に大きいって言ったらもう全く小さいのと同じだから、本当に小さいって言ったら全く大きいのと同じだ。これ大小、大小、そういう二つの分かれる以前っていうのが大切なんだから、大きいとか小さいとかって言ってるのはもうどうせ比較なんだから、どうせ小さいに決まってんだ。その大きい小さいを絶するっていうね、それも、そういう比較でないっていう話ですね。でそれが極大は小に同じ、極小は大に同じの超物オッソなるなる。大のうにあらざる、小のうにあらざる、微弱に似たりといえども、いい成仏なり。いや、大って言ってね、大に大きなものが固まってあるんじゃない。から、小のうにあらざるというのは、小って言って決まったもんがあるわけじゃない。で、そういう、そんな大きいってものが固まってあるんじゃない、小さいってものがあるもんじゃないなんて言うと、いかにも微弱に似たりといえどもってね、まあ、いわば懐疑論的な言い方なだと思えるけれど、懐疑論的な言い方のように似てるけれど、そうでない。異義成仏なりってね、生きた生命の実物ってのはそういうもんだってことね。いつも言うけれど、飲みは小さいかって言ったら飲みは小さいことないもん。飲みに寄生するその、あのバイ菌もいるんじゃない。飲みの金玉陰気になっちゃったって飲みがそれで飛び上がってるやつもいると思うよ。それでそれじゃあ飲みは大きいのかっていうと、飲みはやっぱり、クジラよりは小さいし、クジラって言ったって大きいかって、何あれ地球の海の中でぼちゃぼちゃ泳いでるんだし、それでじゃあ地球は大きいかってはまたそのどうせ、宇宙からいやもうゴミより小さいんだしっていうのは、本当にね、大小っていうのは決まったものじゃない。その点頭は柔軟にしておかなきゃならないね。いや、この間も手紙来たの、私のところへあれしたの、そのなんていうの、差別問題って言うのをあれしてきて、これ本当に差別問題ってのもくだらないと私は思うね。の何しろ何だか結婚というと私んとこの家柄で、そういうこと言い出すもんね。なんだその家柄って何。大体ね、我々あのどっかに書いてあったね、我々のその祖先の中に王者の血のない、王者の血の流れていないやつはいない。からまた奴隷の血の流れていないやつもいない。私それが本当だと思うよ。大体ね、もう我々みんなあのどうせ凡夫の続きで間違って生まれてきたやつばっかりじゃないか。下ろしといたっていいんだ。それが生まれてきてそれで威張ってんだから。私のところの家柄はって言って。こんな家柄全くあの数に入らない。田舎者に限って俺の家柄はって言ってるもの、ああこいつは田舎者なんだなってすぐ分かるだけだ。私みたいにね、その、コスモポリタン全くそういう家柄なんて考えたことない。でこれまあその差別だけじゃないですよ。いじめる、今の場合ね、いじめられるって言ったら、いじめ、学校の場合いじめっ子っていうね、これも卑怯なやつだけがいじめるね。これをいじめる人間は卑怯なんだと思う。私みたいにこう男っぷりのいいやつっていうか、あれは、
人なんかいじめないもん、ね、そのあれだ、喧嘩なんていうのはね、私は仕掛けたことはない。その代わり売られて喧嘩は買わないことはないこれはまあ横綱相撲と向こうさん次第で立ち上がるってわけで、そのくらいのその男に持ってなくちゃいけないね。の卑怯になんて弱い者いじめって、これ一番最低だと思うよいやね、の余計な話だけどさでもこのそれ大切だと思うよ、これ常識世界としてね。で、どこまでなんだブツブツ祖々の同種する銀健根の意義、銀大地の意義、ともに不造造を変界と山岳すべし。これまああれなんだね、日本人ってやつは今言うように五感だけでその勝手な気分を味わう人間だからね、銀健根の意義っていうといかにもそれでもって俺人権こんなにいいって威張ってるやつがいるわけだよ。俺はナンセンスだ。それでそうでない、今人権こんなにいい、人大地のいいって、そんなねこの漢字として受け取っちゃ困る。今読んできたように、初めから読んできたようにね、この私が言ってきたように、このいいって言っても威張るいいじゃないんだ、女を矛で囲ったような威張り方ね、こんなのは最低だよ本当にいつも言うけれど、このいい意のいいっていうのは女をあの矛で持ってこう囲ってんだ、ね、こういうね、女を矛で囲るような威張り方しちゃいけない。そうでない、今その仏法として言えばこの矛はその手放しってことだってことを初めから言ったでしょ。頭手放しっていう矛で顔を囲わなくちゃ。女に代表されるその凡夫的思いですね、我々男だったらみんないつも女と思ってる、その凡夫的思いを頭手放しっていう矛で囲うっていうのが本当の意だ。だからそんなの威張るこっちゃない。そうでない、不造造を変界と山岳すべしだ。不造造っていうのは隠さないってことね、結局隠さないって何か手放しだから隠れてない、その不造造を変界と山岳すべしです。大切なのはだから行仏って何か今頭手放しして、凡夫的我々の思いを手放ししてっていうことね、それで隠れていないのも不造造、それを変界と山岳すべし。変界不造造なるのみにはあらざるなりと。普通は変界不造造って言うと変界っていうね、あらかじめ変界っていうものが何かあって、そしてそれを隠さないことかとこう思ってんだね。そうじゃない、今私が頭手放しするっていう、それでが大切だ。で、不造造を変界と山岳する、それが変界不造造でもある。これ行仏一中の意義なり、これがねその行仏っていう、今生命の実物するっていうのが行仏ですよ。で、それの最も的中した頭 手放しの形であるということだ。この行仏一中ってのは、一中は一発で当たるっていうことだ、的中の中だ。行仏一中のいいな、まあこれ初めに言ったような、その行仏しばらく行仏意義に一休ありっていうね言葉は、今日の初めに言いましたが、それのそのとこうして今ここに行仏一中の意義なり、
で仏道を接続するに対象化粧等は仏道の暗示なりといえども、いまだ失笑乱笑等を同種せず、まあ、これから今以下のところねはね、そのちょっと話が変わる。その今言うようにね、その行仏っていうのは生命の実物することなんだけど、これを今の我々の実際の生じ、生きたり死んだりってね、その生じに当てはめてこうもっと具体的に言われようっていうのはこの次の段です。でそのためにね、この世の中におけるあらゆるその生じの種類をねまず挙げられて、そして結局生命の実物として生じするっていうのは一体どういうことかっていうことを、言われるんですね。でこのところはね、その点だから我々の具体的な私自身に当てはめて、私自身の生じ問題としてよく目開いてみなくちゃいけないね。じゃあその辺ね、我々もよくその考えておくべきだと思うのは、この生命っていう限りね、生命って我々まあ言うけれど、生命っていうのは生と死とひっくるめて初めて生命なんですよ。これをよく知っとかなくちゃいけない。ところが今の時代ね、その生命って言えばただ生理的に生きてることだけを生命と思ってるもんね。その辺が間違いの根本だ。生理的に生きてるっていうねことだけあれして、死ぬっていうとその生命がなくなることだと思ってる。だからね、その今生じひっくるめた生命っていうのと、それから生理的に生きてることだけを生命と思ってる今の人たちの考え方と、これ大いに違ってくるところなんだね。だから同じ生きるってことを考えるんでも、その今の人たちは生じひっくるめた生命実物地盤からこの地固めして俺の生きる方向を考えていないね。ただ生理的になんとかうまく生きりゃいいと、これだけ思ってるんだ。だからまあもしこの辺大事ですよ。だからもしそういう人がね、あんたはがんだ、あと半年の命だって言われたら、もうこれは大変だ。もう生きるだけ、生理的に生きるだけが俺の生命だと思ってるんでしょ。それがもうあと半年の命っていうと、もう奈落の底へ落っこってくるような思いするんだ。あるいはね、定年退職になった、それで定年退職になってあと何もする仕事がない、あと死ぬだけってこうもう決まったら、これも絶望的思いするんだね。それでもうそうなったらどうしていいかわからない。これがまあ普通世間のね、自分の生理的生命だけを生きると思ってる人の考え方だ。で本当にそれっていうのは本当に生じひっくるめた地盤から生命地盤からですね、地固めして、この地固めしてそこにこうコンクリート打ち込んで建てた家っていうのは、それはそう簡単じゃない。また私が大垣にいた頃ね、私の住まわしてもらってた大垣の家っていうの、大垣っていうのは非常によく水の出るところ。そういったもんだから、そこのうちはまあまずコンクリートだかなんだか知らないけど、
棒をね、の杭を打ち込んで下の岩盤までこの打ち込んで、そしてその上に建てた家だから、その、田辺さんというお医者さんですがね、あの家はもう絶対に大丈夫ですから安心してきてくださいって言われていたんだからね。それでその水が来たからって流されちゃうんじゃない、その下の岩盤まで打ち込んであるからね。それあれ私がいた頃に長良川が決壊して事実水が出たもん。あの時なんかでもそのただそこのうちにあれ建てただけの地面に建てただけのうちはさ、みんな屋根の上に乗っかって、そしてこうそれ流されていながら助けてくれってその屋根の上で言ってることになっちゃう。今そういうことです。要するにその生理的生命だけで愛してりゃ死ぬっていう一時がその出てきたら、死ぬっていう流れになったら、もうあとはその屋根の上に乗っかって助けてくれって言って手振ってるよかしょうがない。そうでない、その生死を超えたね、その岩盤まで杭を打ち込んで、そしてその上に家建ててる家に住んでりゃ、その水があれしたって流れる、流れはしないんだから、そういうことですね。例えばそれで結局ね、その生死中生死ぐるみの生命地盤にその我々地固めして生きる、そうしていない人は結局はね、何のことはない、その足のない幽霊っていうのはそういうことなの。今みんな、偉そうな顔してやってるけど、みんな幽霊ばっかりじゃないか。その点ね、その死ぬっていうことはね、その臨終の、その息引き取る瞬間だけの話じゃないですよ結局ね。で例えば死に方っていうんでも、生理的なその息の引き取り方が問題じゃないもん。それよりもむしろね、すでにね、最後の死の床に着くっていうね、その時にどんな病気の仕方するかって、それが息の引き取り方じゃないか本当は。それからまた年取ってきても、そのあと仕事がない、あるいはもうすでに我々老いっていうものね、老いを自覚した時にもう死が始まってんだよ。だから年の取り方が死に方だ。でもっと根本的にや、もっと根本的には我々これ生死ひっくるめたのが生命ですからね、生きている刻々が死に方そのもんじゃなくちゃなんないもの。今私の言うのはそういうことを言いたいわけだ。でつまり我々生まれたその時から死に際は刻々ついて回ってるんだってことね。でそうしてみればね、その本当の生き方っていうのを考えるのは生死ぐるみの生き方考えなくちゃダメだ。で生死ぐるみの生命実物地盤から地固めして生きるっていうことね。それなのに今の連中はね、その人生とは何かって、ね、そういう問題一つ、私子供中学時代人生考え始めたんだね、中学時代にね。で人生とは何かって言ったら、なこともわかるもんかいや今でもそうだと思う、そんなことわかるもんか、そんなこと考えるの変わり者とちゃうか大阪弁で言うそれで結局なんていうかおもろい目して、
そしてうまいもん食うて楽しく生きさえすりゃいいとこうみんな思ってた。ところがそういうあれだから、あの一旦死ぬっていうことになると、俺はそれに反比例するもんね。それでその死ぬっていうのはそれだけに怖い。で、なんとかして死にたくない死にたくないだけになっちゃうね。そのくせに今の連中は人の死ぬのだけはおもろくてしょうがないらしい。だからあんた毎日のテレビでもね、人をいつ何人でも殺してさ、それで人が死ぬ話が出てこないドラマやなんかって言うと、なんか気の抜けたビールみたいな、そのぐらいのつもりでいるんだからね。これはね、なんていうかね、野蛮極まる話だと私は思う。何しろテレビにはこれほど、私もテレビなんてめったに見ないけれど、たまに見るテレビでも、いや新聞のね、テレビのなんていうか、あれ筋書きね、あれ時々見てんだ。だけどあれ見て死んでいないドラマなんてのはまずないらしいね。ほとんどどれでもこうすぐ死ぬのが出てくる。これまあ本当に野蛮最低だと私思うんだね。皆さんもその証明してくれやしないかと思うんだけど、それでいてね、今の連中はそのあたかも高度文明の時代と思ってるほどに野蛮なんだ。これ今の時代は本当に野蛮極まる時代なんだってね、その常識にしなくちゃいけないって、まあ私一人で一生懸命言ってんのだけど本当だ。でこんなね、結局その子供、ガキ、野蛮人、そういう野蛮未開時代をですね、なんとか本当の大人時代、その本当の大人だね、大人時代を来たらせるっていうのが仏教っていう宗教で、まあ私この総選寺のね話だって、まず八大人学から始めたっていうのね、八つの大人としての悟りっていうのね、この八大人学から始めたのもそこだ。結局今の未開野蛮時代、のガキ小人がねぐずり合ってるような時代、これをなんとか本当の大人時代に来たらせなきゃなんないと思うんです。それが仏教っていう宗教の、でその点ね、大体まあ生命、我々の生命って言ったら、その生死ひっくるめた生きた限りは死ぬってもう決まってんだから、俺はもう思っても思わなくても、その受け入れても拒絶してもね、私は絶対死なないって言ってもちゃんとそれぐるみ死んでくんだっていう、これを絶対事実って言うんですね。この絶対事実をもう分かりきったことなんだから、で積極的に死とは何か、それからそういう生死ぐるみの生命とは何かってね、はっきり目開いて見るべきですよ。だからね、そのこれ六章のね、この六章のテキスト、六章の裏の最後の左の2行目から見てごらんなさい。知るべし、生死は仏道の安理なり、生死は仏家の長度なり、死や容姿なり、名や名徳なり、故に諸仏はこの通俗に命名なり、この容姿に徳徳なり。結局ね、その生死っていうのはもう仏道の
その行動なんだ、実際案理なんだ、生活なんだ、仏道の生活ですね。そして生じは仏家の長度ないと、これはもう手回り品だ。で、死や容姿なりで、だから使いは使えるんだ、生じをね。それから名や名徳なり、生じっていうものはどういうのかって明らかにしようと思えば明らかにできるっていう。故に諸仏はこの通則に命名ないと、これ通じたり塞がったりっていうね、それをもうちゃんと明らかにしてるっていう、諸仏はね。この容姿に徳徳なりで、だからそういう生じを自由に使いこなせるっていう、これがね、仏法っていうもんですね。それでその点、我々生まれた限り死ぬっていうことはもう当然なんだし、だから人生は分からないもの、あるいは死ぬとは怖いものって、今の人はあんまりね、自己暗示にかかりすぎてると思う。その人生は、人間生きてる限り人生が分からないっていう、そんなバカなことはないんだ。分かるのが当たり前。それから死ぬっていう限りね、その死ぬのは怖いもんって、そんなもんじゃないんだ。死ぬっていうのも自由に人生運転するっていうね、それが当たり前なんだ。みんな自己暗示にかかってんだからしょうがないね。自己暗示ってやつはつまんないもんだね。ニワトリっていうのね、まあ私やったことないけど、もしなんだったらニワトリ飼ってる人やってみるといいと思うんだけど、この翼をグッとこう押さえてね、そして板の上こう、寝かせて、そしてその白木でその周りにぐるっとね、白いこう、丸を描いてやるとね、そうするとニワトリはね、そのまんまこう縛られたつもりでこう寝てんだって。で動けない。まあそれもしなんだったらニワトリ飼ってる人やってみてください。これは自己暗示にかかりすぎてんだね。その自分は縛られちゃったんだっつって寝てる。で今の我々今の人間もそうだ。人生って分かるもんかっつって寝てるんだね。まあ、死ぬっていうのは怖いに決まってんだと。もうところがね、そうでないんだ。そういうニワトリに向かってどうしたらいいかって、蹴っ飛ばしゃいいんだ。蹴っ飛ばせーって言って、ね、コッ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 って言って、ね、逃げてくるね。それと同じように、今人生は分からないもの、死ぬとは怖いものってこう寝っ転がってるやつね、こいつ蹴っ飛ばしやがっしゃん。今私はそれを蹴っ飛ばしてるわけだ。それでそうでない、その積極的にですね、生じを諦めるってことは大切だ。本当にね、そんなに人生っていうのは分からないっていう代物じゃないんだから、分からないのは変わりもんだ。変わりもんとちゃうかって。そうでない。生を諦め、死を諦むのは仏家一大事の因縁なりってね、その首相儀の初っ端にも出てるけど、これ唱え事にしちゃダメだ。そうでない、本当本気になって生じっていうのはどういうことかってね、自分にはっきりさせなくっちゃ。そして死ぬって言って何、怖がらなきゃあんないことはないんだって知らなきゃ、それ大切ですよ。そしたらね、何年取ったからって言って、俺はもう死ぬより他ないんだ、そんなバカな寝ぼけたような顔してなくていいんだ、生き生きと生きていいんだ、最後までね。それでそういうところなんで、今次は生じ問題の話出てる。仏道を切弱するに大正化粧等は仏道の暗示なりといえども、今だ失笑乱笑等をどうしゅせず。これまず生まれの種類を挙げられてるね。その仏教じゃ大正乱笑失笑化粧っていうこと、大乱失化ですね。この大正っていうのはまあ赤ちゃんとして生まれてくるやつ、から乱笑っていうのは卵として生まれてくる、失笑っていうのはね、なんとなしに湧いてくるやつね。まあボウフラっていうのをね、なんとなしに湧いてくるじゃん。から化粧っていうのはまあ蚕やなんかみたいにこうあれすると
ウジ虫からこのちょんちょんになって変わっちゃうのは化粧ですね。まあその仏教で昔からこの生類っていうのはその4つの種類があるとこう考えてた。だから仏道を接続するに仏教としてはですね、泰然湿気症、これ対象化粧等って書いてあるけど、これ泰然湿気全部師匠ですね、師匠を仏道のあり、その普通にね、泰然湿気等の師匠は仏道として普通に言うところだがっていうことだね。仏道の案里なりといえども、いまだ失笑難笑等をどうしゅせず、これも泰然湿気症というのは道元禅師は文章をこううまくするからね、その二つに分けてこう言ってるけど、これみんな両方とも失笑ですよ。それを泰然湿気症をどうしゅせずと本当に参求していないっていうのね。みんな普通に仏教では泰然湿気症師匠を言うけれど、それを本気になってその参求していないってことは、言わんやこの泰然湿気症のほかになお症あることむやみ健在なり、この泰然湿気症と師匠のほかにね、まだほかに症があるってことを夢にも見たことない。いかに言わんや泰然湿気症のほかに泰然湿気症のあること天文各地せんや、泰然湿気症っていう師匠のほかにまた泰然湿気症っていう症があるという、それを全く知らない。今仏仏祖祖の大道には泰然湿気症のほかの泰然湿気症あること不造像に少年せん。これ本当の仏仏祖祖の大道、仏道としてはですね、泰然湿気症というの他の泰然湿気症、そりゃそうだ、その生に分かれる以前の生じというようなね、今言う如来如故の不来不故の如来如故というようなね、あり方ね、これはまあその泰然湿気症の他の泰然湿気症で、大体そのお釈迦さんはお釈迦さんのごとく人間として生まれてきてるんだからね、我々だってそう、俺も大正に似てるけれど、しかしながらその二つに分かれる以前の生命実物は生きるって言ったら、それも大正、大正は大正だけれどそれを超えてる大正だからね。泰然湿気症の他の泰然湿気症あること不造像に昇殿せりと、それを隠れもなく昇殿してる、それが仏道だっていう。親密に昇殿せりと、この場合でも親密だ、このよそごととしてじゃない我がこととして昇殿してる。この道徳聞かず習わず知らず諦めざらんは何の通るにとかせんとこれ生じってものはね、なんかかっちり決まってあると思って、それでこの生じっていう生と死とって分かれる以前の生じっていうのはね、そういうその生命の実物ですね、それを聞かず習わず諦めないのは何の通るになりとかせんって、何の仲間と言ったらいいのかってね、決してもう仏同士じゃない。本当に今も言うように我々生きしてるって言ったってね、それから死んでいくって言ってる場合でも別に私の力でやるんじゃないんだ、私の力でもない、俺生と死と超えた力が私を生きさせてんだ、これよく知らなきゃならないね生きる力が生きさせてんじゃないの、生きると死ぬとって二つに分かれる以前の力が私を生きさせて、から生きるのと死ぬのと分かれる以前の力が私を死なせるんだからね、それが
あの不幸不来の不生不滅 の、 あの消滅だし、不幸不来の古来だしね、如来のことです。すでに師匠は聞くところない、死は幾ばくかある、生まれ方にまあ4つあるという、生物学的に言ったら4つあるとしても、その死には幾ばくかある、その死に方には どれほどあるか、四死あるべきか、また三死二死あるべきか、また五死六死千死万死あるべきか。いやこうね、死に方っていうのも本当にまあ我々できるだけ身辺で死ぬ人があったらどういう死に方するのかって本気になって見るべきだよ。死んでいく人は病院にね放り込んどきゃいいって、そんなんじゃ今の人本当に死に方は見ていない。死に方ってはテレビで見る死に方だけで、なんとかかんとか遺言言ってふんちって死ぬ子供たち、ああいうのばっかり見てるから、死ぬってやふっってがっくり来ることだけが死ぬことかと思ってるもんね。そんなあんな死に方っていうものは実際にあるもんじゃないもん。本当に人が本当に死ぬってことはね、どんな場合でもこれ、あんな死に方はないわけで、その点死に方どういう死に方があるべきかって、これ千死万死あるべきだことに今の、まあ私あれだけれど、今の人たち病院に放り込め、みんな病人は病院に放り込めばいいと思ってるけど、病院でどれほどその、拷問にかけられるかよく知っとかなくちゃいけないね。とにかく病院というやつは何、いろんな機械設備っていうのをねやって、それの費用を償却しなきゃならないんだから、何でもかんでもその病人にさあれするじゃない、もう助からないと思って分かっている病人に、そのなんていう息するために呼吸なんかあれしたり、タントリキだとかなんとかっつってブツブツ穴開けて、これねそれでもってあったら殺されちゃうんだから、これもよく知っておくべきだと思うよ。で何しろ家族の人としちゃ、そのあれなんだね、病人の看護するのは俺かなわない、まあせいぜいお金だけ出せんな、出してことが済むんだろうって言って病院に放り込んで、病院はそれをいいことにして、その何でも機械を焼却するために、ね、勝手なことをして、それで殺されるんだから、これまあ人の場合はいいかもしれないけど、俺もそうなるんだってことしらんからそのあたのその家族っていうか子供たちはあたを年取った場合そうするんだっていうことね、知っとかなきゃね。これ本当に今は野蛮時代なんだっていうことね、野蛮時代、これなんとかもうちょっと野蛮時代だってみんなが自覚して、こんなバカなことがあっていいかっていうね、これ救急車っていうんでも問題だと思う。この救急車っていうのなんかあれしたら救急車呼ぶでしょ、ピーポーピーポーってやってきて、それで連れてくけれど、何救急車にはちゃんとね、そういう儲け主義の病院がその救急車の人にちゃんとこう付け届けしてるんだね。だから何、そうするとそこへ連れてかれちゃう、そうするとそこはもうその救急車の人にその付け届けしてある分まで、まあ稼が機械の焼却費だけじゃなくてそういうのに付け届けしてあるまであれすんだっていうことをつくづく、そういう世の中の構造だもん。これ救急車うっかり読めない本当にね、いや本当だ、いやお医者さんがそう言うんだから、お医者さんが、私まあたくさんお医者さん
いろんな方を知って、まあ、いろんな話聞かされてる。そういったもんだから、そういう裏側の話まで耳に入ってきちゃうんだから、よっぽどあの千思万思あるべきだ。この通りわずかに疑弱戦も山岳の分なりって、本当にね、そういう死に方いろいろあるんだっていうのをね、知っておくことが山岳の分です。の精進問題っていうのを全くあのそんなことは分かるもんかいで すんもんじゃないんだ。しばらく工夫すべし、この師匠種類の中に生はありてし、なきものあるべしや。要するに生だけあって死なないものっていうのあるか、うわ、ある。永遠の生命っていうのがあるんだ。また死の身丹田にし、生を丹田せざるありや。こう死ぬだけであって生まれないものがあるか、それはある。永遠の若滅だ。単生単死の類の有無、必ず山岳すべし。生だけ、死だけっていうのがあるか、それはあるんですね。生や全期限、死や全期限ってことは、この独立無番、この兼ね合いなしの生理だね。わずかに無償の言句を聞て諦むることなく、新人の工夫を差し置くがごとくするものあり。これ、うどんの花々しきなり。いや、この無償っていうのはね、これ仏教教学でいうと縁起無償って、すべて縁起より集まって生じていくんで、その本当に実体的な生っていうのはないってことで、縁起無償っていう。無償の言行を着て諦めることなく、新人の工夫を差し置くがごとくするものあり。これ愚鈍の花肌式なり。これみんな仏教の学者たちってのはみんなそうじゃない。要するに因縁無償って言って、縁起無償って言ってね、この縁起無償っていう言葉を言葉としてその済ませておくもの、仏教の人たち大概それを自分の身に当てはめて、どういうことかっていうね、信心の工夫を差し置くがごとくするものあるじゃん。要するに外側の観察者態度と、観察者としてただ見てるっていう、他人の話として見てるっていう、それで縁起無償だっていう、一生懸命言葉だけ、ね、研究してる人ね、こんなのは本当に自分に当てはめてないんだから、これ何の意味もない。これ愚鈍の花肌式なり、辛抱頓然の論にも及ばざる竹類と言いぬべし。辛抱頓然っていうのはね、修行にね、まあ少女仏教の人たちはそういうその階級付けしてるもの、だからまあ少女の人たちにも及ばないこの竹類と言いぬべし。ゆえいかんとなれば、たとえ無償と聞くというとも、この道徳意志そもさんならべし。どうしてかっていうと、たとえ無償っていう言葉をね聞いても、そのこの道徳の意志そもさん、その無償っていう言葉の実物が大切なんだ。言葉じゃない、この言葉の実物が 何であるかが問題だ。さらに無仏無道無心無滅なるべしや、無無償なるべしや、無北海無発祥なるべしや、無心なるべしやと工夫せず、いたずらに水槽の丹念なるがゆえなる。これそれはそうですね。その無仏無道無心無滅なるべしや、無無償なるべしや、無北海無発祥なるべしや、無心なるべしや、これ無償っていう限り一切無だ。だから当然そうなん。それだけれど、それの無っていうことの本当のあれを自分に当てはめて見ていないからね。そうするとただもう水槽の丹念なるがごと言えないって、この牛や羊がね、ただ水槽をその食べるあの水の草ですね、それをあの思っているようなもんで、
ただ自分の欲望だけで生きてるもの。で、そのこれはまあ早い話が、まあ、今の時代割に般若心経だけはみんなよくあれしてるじゃないですか。ゴーン開空と証言してた、あのあれだ、無限に微絶心にっていうのはあるじゃない、あの初っ端にね。しかし事実は、まあ、目もある、鼻もある、耳もある、口もあるって、これまずそれお経には無って書いてあるけど、あ、事実あるじゃないか。 そこをね、これ東山大師という人は小さい時にお経には無って書いてあるけど、あ、私のあるって、それで お師匠さんのところに言いに行ったら、これは俺の手に合わないって送り出されちゃったって言うけど、これ本当にね、その今の般若心経の本なんかたくさん売れてるけど、その無限に意味で真にっていうの、じゃあ目や耳や鼻あるじゃないかってね言って答えられる人はどれだけいるんだ。結局ね、ないわけじゃないもん。ほら、鼻だってあるもん。だからないわけじゃない。そのしかも無限に微絶心にっていうのも、そういう意味を本気になって自分に当てはめて、でどういうことかっていうのを探求しなきゃならない。で、知るべし生じは仏道の案里ないっていうのは、もう時間がないからこの次に。いよいよ大切なところにたどり着いた、時間がなくなった。